文科は人文科学、社会科学、基礎科学などの範疇にある言語論理を基礎とした人間性内視は人間関係について探求する学問の総称とされる概念である。またこれらに関連した学際分野を含む文科系進学者のための基礎教養課程を指すことや現代科学を根底で支持する基礎教養を意味することもある。哲学の流れを組み、 事物への認識のあり方そのものについて探求する、姿勢を取る。そうしたあり方が科学的認識方法の土台を形成してきた。人間主体を基準とした論理展開をする。代表的学問分野は哲学、倫理学、心理学、人文学、歴史学、政治学、法学、経済学、社会学である。そのような社会科学、 人文学の諸分野の他に科学哲学、芸術学、科学史、数学など学際系といわれる分野や、進学などの古典的分野を含む。これらの分野の教育に携わる教育機関は、文学部や進学部、法学部、経済学部、教養学部、理学部などである。初等中等教育においては、国語科、英語科、社会科、道徳科などが相当する。 学問とは本質的には客観的に真実を追求するものであるがすべての主義から自由であるというわけではない。文科系学問が陥りがちな主義は以下のようなものである。それらは良い点でもあり悪い点でもある。それが功罪の二面性であり学説が特徴を持つことにつながる。以下に示すものはその中でも代表的なものである。主義のうちで 社会の特徴を示すもの、ありがとうございます。